はい、さい、沖縄の素敵です。はい、ね、この間まで掘っていた村人増殖装置、ちょっと上の方から、日差しを入れるために、掘り、降りて、とにかくまあ掘っております。はい。で、ここぐらいまで掘ったのかな。うん。ただ結構これきついっすよ。昨日半日ぐらいずっと掘り続けていて、もう目が痛くなるぐらい掘って、まだまだこんなもんですね。どうしよう。けれどまあこれでね、せっかく作った村人増殖装置を、ちゃんと稼働できればなんて思ってるんで、まあこれで日差しが入ることによって動き出せばいいんだけど、松明いっぱい灯せばできるかなと思ったんだけど、まあできなかったねということで、太陽光をこうやって入れて、はい、村人が湧くように、実験していこうと思います。はい、というわけで今日も元気にスタートしていくっすよ。はい、というわけで、まあ、半分ぐらい貫通したので一晩ほど放置してみました。この状態でね、ぼーっと置いといて、で現在、その最初の出だしの部分だけ20倍速でっていうか、あのハードディスクももったいなかったんで撮ったのは1時間ぐらい撮ったけど、あとはまあ切って放置しておきましたが、さてどんなもんだろう、まあ見てみようかな。はい、というわけでスタートでございます。お、なんかね、いつの間にかね、アイアンゴーレムを開いてる。あ、上はこのぐらい掘りました。うん、これで貫通させて太陽の光も入ってきてる。 OK っす。はい、で、いつの間にかね、アイアンゴーレムは開いてるんだわな、この中に。で、まあ、早送りしてみた感じでは、湧いてる気はしなかったんだけどね、どうなんだろう。子供いないよね。こっから見える範囲には、まあ、子供いない。アイアンゴ、びっくりした。アイアンゴーレムはいるけれど、子供はいない。生まれてる様子はないな。ちょっと下行ってみよう。あれ？なんでこんなところに？どっから湧いた？え？ちょっと下、え？下見に行こう。だいたいここにあの引っかかってるっていうか、まあ、プカプカしてないな。落ちた連中ここでプカプカしてることあるんだけど、こっち、あれ？下にもう一匹してね。てなんじゃこりゃ。で、なんでこのフェンスの外にもいるの？え？ちょっと入れなかった連中がはみ出した。え？うわ、というかこっちの外にもいるじゃん。あ、外にもアイアンゴールもいるし、一晩ほど置いてる間にちょっと意味のわからないことになってる。なんで？どうしてちょっとじゃあ上も見に行ってみるっすかね。あ、なんかいる。うわ、どうしよう。ちょっとこれ湧きすぎと違うかな。だって、上の拠点の近くに作ったのは、全然、あの、本当に一人二人ぐらいのレベルでしか湧いてないのに、なんで違うになっちゃったの。ちょっと待ってよ。とりあえずフェンスで、あの、移動してください。ちょっとどうしようかな。これを止めるべき。ちょっと待って、止め方はどうしよう。この村人たちを下に落っことせばいいのかな。これ止める場合のこと何にも考えてなかったわ。こんな速いペースで村人増えると思ってなかったんで。どうしよう。ちょっとどうしようかな。あ、ちなみにあの、こっち側は、あの、トラップタワーに繋がってたんで。はい、とりあえず何もしません。この向こうがトラップタワーでした。はい。どうしようかな。困ったな。
と待ってよ、今日、本当に数人しか湧いていないと思ったんで、まあ、その人湧いた人たちをこっちへ解放する動画にしようと思ったけど、俺だけこんなに湧いちゃってると、どうしたらいいか分かんないね。ちょっとこれ湧きすぎで、しかもなんか外側にもいるし、困ったな、どうしようかな。じゃあもう圧倒的に家が足りないっていう状況になっちゃったんで、家作んなきゃで、ちょっとこの中にねいる連中も殺しとこう。おこいつらなんで死なないんだろう。もう一段ぐらい下げた方がいいかな。おじさん邪魔っす、やられた。あ、やばい、死ぬ。ここで死んだらまたシャレになる。おう、さあどうしようかな。まあ、とりあえずちょっと外行こう。で、なんか今増えすぎてるんで、おう、もう前が見えないくらいで増えてる、増えてる。これはちょっともうやばい、やばいんで、ちょっと次回の動画とか、ここ拡張、村人たちが住めるちゃんと地下都市にしないとあれまずいよ。自分の拠点とかで人口の多いところになっちゃった、ここ。本当に5、6人いればいいやと思ってたんで、こんなに増えちゃったらどうしよう。っていうか、大変だよ、増えすぎたやつ。で、なんか、塀の外にも人いるし、あれどうやって上がったの？多分、あれだよ。ツタを使って登ってきちゃったの。ここはキツムシも人がないと、ここでゾンビ湧いたらシャレにならないな。どうしようこの人。マジで今頭変えてる。まあとりあえずこちらは。ちょっとここ拡大して村人たちがちゃんと住めるようにしていかなきゃダメだな。で、ね、はい、トラップタワーの方上がってこうとしちゃう人がいるんで、奥の方でフェンス作っといたけど、フェンスを手前に動かそう、後で。あと1匹。ちょうど通らないんだ。ああ。見えてなかった。よいしょ。さて、まあ、とりあえずここにいるやつらは倒しといたんで、あ、この弓を使えばよかったな。まあいいや。よいしょ。まあどうしようかなと、本当に今頭抱えてるな。とりあえずここの奥の方に、もう少し家を何軒か作って村っぽく しましょう。でね、どうしようかな。マジで悩んでるんだけど。というわけで、まあ、今回はこんなところで、増えすぎてしまった報告でございました。よろしければチャンネル登録などもお願いします。それではまた。